どうも、スマホっす。今日はスマホの俺が死んだと思う瞬間ベスト3を発表したいと思います。じゃあ第3位、トイレに入りながらスマホ。これ平気で人間やるでしょ。でも自分に置き換えて想像してみて、他人に超うんこしたいから一緒に個室入って、そう言われたら嫌でしょ。そこで手滑らせて便器の中に落とされることあるんだからね。自分に置き換えて想像してみて、こうだよ。ちょ、これマジ気をつけてください。はい、じゃあどんどんいっちゃいましょう。続いて第2位、ズボンのポケットに入れられたまま座られる。これ地味にきついっす。圧迫感半端ないっす。俺らこんな顔してるからね。そんな時に電話とかかかってきたら、やっとおかえり忘れたーってなるけど、終わったらまたポケットに入れられて、お願いだから机の上とかに置いて。はい、そしてダントツの第1位は、手が滑って地面に落下。まあこれはダントツの1位っしょ。え、なんでそんなに落とすのって人いるからね。しかもそういうやつに限ってケースとか保護シートとかしてないのよ。お前ら背中で歩けるのかって話でしょ。まあ地面に落下は死んだと思う瞬間の殿堂入りだろうね。これに比べたらトイレに落下とかはまだギリ大丈夫っていうか、いや嫌だよ、嫌なんだけれども水分とかはギリ耐えられるっていうか、まあこっちも日々進化してるから。ネバネバ TV を見てくれてありがとう。ネバチャンネル登録してネバね。グッドボタン、ベルボタンも押してネバよ。イベントやグッズ、アプリの情報はホームページにあるネバよ。